私ね、人生で一回も普通のブラジャーしたことないのよ。一回もない。ユニクロのブラトップしか着たことない。だから付け方とか外し方とか何にもわかんない。こう実物を手に持ったことないから。こう腐女子の YouTuber とか、そういうブログの記事とか、すべてのオタクのコンテンツ史上、一番魔女の極みな話題かなと。動画にしたら面白いかなと思って。でまあユニクロに慣れた身からすると、ブラジャーだけだと汗吸うものが何もないじゃん。気持ち悪くないか？服に直接汗がっていうのが私ちょっと耐えられないんだけど、みんなそれで平気なの？でブラジャーしてる人はその上からタンクトップ着たりするの？これすごい気になってた。今31歳だけど本当にわからん。でブラジャーしてその上から肌着着るなら最初からセットになってる方がいいじゃん。洗濯物減るし。で下着ショップあるじゃん。あれは可愛い子のものだから。そういうとこ行っても、ブサイクがこういう可愛いの買いに来てるの？ってお店の人に笑われそうで行けないの。高校の時からずっと。世間の女の子ってそういう店で普通に買ってるわけじゃん。みんな自己肯定感高いんだなーって、よく自分のことをブスだと思わないなーっていうか。下着屋さんっておっぱいに手突っ込んで、あなたは何カップですってやってくれんでしょ？あ、無理ってなって、変だって思われるんじゃないかって気が気じゃないから、こいつ乳首変だなって思われるかもしれないし。だからあれだよね、みんな形が垂れたりデローンってしたらめんどくさいし大変だからちゃんと買いに来てんだよね。だから自己肯定感うんぬんって見当違いのとこで悩んでるのは私だけで。で私が20歳くらいの時にバイト先の後輩がね、ちょっとブラジャー買いたいんで寄っていいですかってお店に一緒に行ったのよ。試着室にしばらくこもってたんだけど、ちょっと店員さんにサイズ見てもらってました。って言ってて、この子すげえなと思ったもんね。あ、世間の子ってこうやって当たり前に買えるんだって。私はその時、これいい機会だから自分も思い切って買おうとは全くなんなかったっていうね。パンツもユニクロのトランクスしか履かないんですよ。違うわ、ボクサーか。これ面積広いし密着するから整理の時に楽。ずれないから。3枚入ってて990円だし。あとブラジャーとか可愛いパンツって実家暮らししてる時気まずくない？お父さんも弟もいるのに家の中で干されてるのって、まあ慣れか。これは私のセンスっていうか感覚なんだけど、そのブラの線とか、そのレースの柄とかが浮いてるってで、みっともなくない？いいの？あれで。女の自分から見ても、いいの？それって思うもん。短いスカート履いてるから痴漢されてもいいと思ってんだろ？みたいな理論は、ちげえよ。今日何着てこっかなって思う時に、男のことなんか1ミリもよぎってなくて、スカート履きたいから履いてるだけだよって思うけど、もろ下着が透けるような格好で、男性に対して、見ないでとか、これだから男はっていうのは、そこに目が行ってしまうことを非難するなって思うよね。私は女だけど、女に対して、そういう変な目でというか、変なコメントとか来てほしくないなら、そういう格好をしなきゃいいんじゃねって思うタイプだからね。どっちかというとね。私は透けてんなとか思われたくないから、元を絶つ。そもそも着なきゃいいんで、ブラトップ以外を考えたことがない。これは透けてもさ、あー、タンクトップやなって感じやん。やっぱ映画館で大声出さないのと一緒で、マナーの一種に近いと思ってるんで、女子高生とかがワイシャツ一枚で、透けてるのとか見ると、変なおっさんとかにジロジロ見られたり、ストーカーされちゃうんじゃないかなってすごい不安になるの。HSP は最悪の可能性を考えるのがデフォルトだから、見えるのが可愛いみたいな風潮あったりする？もしかして。そうだとしてもちょっと危険よな。心配になっちゃう。この右とかはいいですよね。左は、いいんかそれって思うもんね。私が男だったら、目のやり場に困るだろうなって思うしね。でも今喋ってて思ったけど、大きい人って、こう、潰すのにも限界があるから、どうしても、こうなっちゃうのかもしれん。大きい人は、胸が目立たないようにって思うと、ダッポダボのヒップホップのスウェットみたいな、XXL サイズみたいな、大きい服しか選択しなくて、でも OL さんとかヒップホップで会社行くわけいかないから、胸が強調されてしまうとか透けてしまうっていうのはもうしょうがないのかもしれん。でもそんな対策考えてらんないから、知らねえよ、見たけりゃ見ろっていうメンタルでいるしかないのかもしんない。自分がちっちゃいから全然考えが及ばなかった。すいません。これはタンクトップ着るだけでだいぶ目立たなくなると思うけど、それも難しいのかもしんないね。こういう人って選択肢がないのか、見せてるのか、どっちなんだろう。透けてるのが可愛いって思ってたりする？だって右みたいな無地の買えばいいじゃん。多分見えないけど可愛いの着てると気分が上がるって人が多いのかもしれない。私は女っぽい
ぽい自分が嫌なのよ。自分で自分が気持ち悪い。だから港区女子みたいな服は自分が着たらキモいだけだから着れないし、似合わないし、だからリップとかしたくないの、本当に。だから私の言う可愛いってこういうのだから。フリフリのレースとかではないの。なんつうんですか。マータソちゃんと好きな服の系統一緒なんだけど、ああいうブラジャーをみじんも感じさせない服が好き。本当に安心して見れる。で、私が胸が大きかったら、そんなこと言ってらんないっすよ。もう嫌いとか、自分がつけてるのはキモいとか言ってらんないで、ちゃんと買いに行ってたよ。小さいからできるのね。こう寄せて大きく見えるブラジャーとか多分あるじゃん。寄せるほどないから。こういうギャル服みたいな露出が多い服着る人は大きく見せるメリットあるからわかるよ。私こういうのしか着ないから。そう、この爪やってくれてるギャルがどこか一個だけ整形するなら包協したいって言ってた。やっぱ夏こういう服着るから。え？包協？おっぱいでかくしちゃって何のメリットもないじゃん。そんなの二重にして目でっかくして化粧の時間短縮する方が1億倍いいじゃんってバトルした。人によって重要視してるポイントが全然違うのが面白いね。そりゃ人は分かり合えないよ。ちっちゃい人はユニクロのブラトップですって人結構いるんじゃないかな。別にツイッターとかインスタでわざわざ言わないだけで。だって GU とユニクロのブラトップの売り場かなり種類豊富よね。で、一応ユニクロのブラトップってこのまま外に出てもいいんすよ。だからこれが肩から見えたり、まあ、透けたところであんまり恥ずかしくない。で、たまに首周りが広い T シャツとかあんのよ。で、そうすると紐が見えちゃうのね。で、それが嫌だからこういう一番小さい S サイズの買っといて、ここを肩にかけないで、あの、こうやってる。こう、こう、こう。だこう脇の下に肩紐が垂れ下がってんだけど、別に見えないし。前に白いシャツで動画撮った時に、あーなんか、まあ、タンクトップだけども、透けてるって思われるかもしれん。と思って、もう紐を下げるようにした。これを大きいサイズでやると、歩いてるうちにずり下がってくるから、まあ、S とか SS がいい。あ、こういうのをチューブトップって言うんだ。じゃあちゃんとこれを変えよって話だけど、これ GU に売ってなくない？これね、こう、下から履くんすよ。あの、下からのが楽。だからホテルの大浴場とかでもそうするんだけど、ブラトップが少数派だってことは分かってるんで、人から死角になるところで履いてる。だから大浴場行くと、みんな普通にブラジャーしてんだなーって思うもん。もう汗が直でパジャマに行くのって気持ち悪くないんかなと思いながら見てる。こうタンクトップだから密着して汗を吸ってくれるとこが一番いいんすよ。お腹も冷えないし。で、今更ブラジャーになっても、お腹と背中がら空きなわけじゃん？寒いし、不安になるしで、無理。白いシャツとか、黄色のシャツ着るときは、こう、下は必ず白にするね。本当は、ベージュが一番透けないんだって。そう、白シャツのときは、その肩紐が透けるのが嫌だから、なんか透けるとか、考えるの嫌になってきて、白をあんま着なくなってくよね。黒が一番楽。結局、紐がない、このタイプが、こう出かけてるときに透けてるかなとか、見えてるかなとか心配しなくてよくて、一番楽。もう紐がダメなんだよ、紐が。で、キャミソールも、あれがブラの肩紐と大して変わらんから、ちょっと嫌なんだよね。タンクトップがいいのよ。もうランニングよ。いや、キャミソール着てんですよってなっても、見た側が、あ、ブラジャー透けてるって思ったら嫌じゃん。で、この前も爪やってもらってる時に、お店の人の服が、え？それ、裏返しじゃね？ってデザインで、これで合ってんだろうなってわかるんだけど、一瞬、え？ってなるから、だからこれも別に見えてもいいんだけど、友達とかに、え、それ見えてもいいの？って思われながら過ごすのは嫌だから、見えないようにしてる。気使わしちゃうから。これ1個1000円だからね。安くていいよね。可愛いやつって高いんでしょ？大きい人はこういう選択肢できないから、本当に大変だよね、いろいろ。前も言ったかもだけど、周りに大きい子がいて、揺れるからランニングできない。重くて慢性肩こりって言ってて、大きい子ってそういう悩みがあるんだ。初めて意識した。自分がちっちゃくて困ってないし、あんまりそういうこと考えることないからさ。で、最近いいさらしみたいのができて、それで運動できるようになったみたいな。で、私ちっちゃくてよかったよ。まあ親の遺伝ですね。ちっちゃいからこそこれでいけるし、もう形崩れるとかないから。ブラトップだとちょっとでかいよね。明らかに余ってるもん。自分に合うブラジャーしたらどんな感じなのかなとはちょっと気になる。うちのおかんもさ、私がずっと、もう汗吸ってくれるから楽だってブラトップで言ってさ、あんたちゃんとしたの買った方がいいよとか一回もないから、親も悪い。でも私してたとしても、もうこのワイヤーが痛い、嫌だ、気になる。
とか言って結局ブラトップに行ってたと思う。だ1回もしたことないからワイヤーがどんな感じなのか分かんないけど。あと衝撃のデータがあって、結構ブラジャー外して寝る人多いみたいなんですよ。私はもう落ち着かなくて無理やね。まあどうせユニクロなんだけどさ、寝る時ってコップ一杯の汗をかくっていうのよ。直にパジャマに汗がいくの、気持ち悪くて無理だわ。この辺ってさ、周りの人にも聞きにくい話題だし、自分以外の常識を知ることがない世界だから怖いよね。私の場合、布団とかもそうだし。